出産機械ピグミーゲルボアは、まん丸になります。足もこのように開いた状態になります。環境を整えて、なるべくストレスをかけないよう細心の注意を払いましょう。比べて赤ちゃんはとっても大きいので、お母さんはとても苦しそうです。長い時間をかけて苦しそうにぐるぐると回り、一生懸命出産します。本当に大変そうに見えます。最後にピンと上がっていた尻尾がゆっくりと下がります。無事に生まれたようです。最後に赤ちゃんに砂をかけて終わりです。この後すぐに赤ちゃんを加えて隠します。お母さんは休む暇がありません。無事に3匹生まれました。体のサイズと比べて大きな赤ちゃんでびっくりします。赤ちゃんはすぐに餌を浴びせて巣に持ち帰ります。無事に生まれた赤ちゃんは母親に大事に育てられてすくすくと成長しました。離乳してご飯も食べ始めて、目もパッチリと開いてとっても可愛くなりました。赤ちゃんは毛がふわふわとしています。